お集まりになられている仲間の皆さん、こんばんは。今日はあいにくの雨ですけれども、約1時間ですね、今日はもうですね、なんかいつもお題でやるときはあいにくの天気が多いですけれども、今日もですね、約1時間弱ですけれども、ここで行動を行いたいと思います。今月のウィメンズアクションは、やはり前回とはまたちょっと違いますね。やはり前回は国葬の直前ということで、まあ、私たちもこれからどうなるのかっていう感じだったんですけれども、あれから1ヶ月もう世論はものすごい動きました。だって皆さん今岸田政権の支持率どうですか？支持率よりも不支持率の上回っているんですよ。もうみんな市民はもう嫌だと、私たちの声聞いてない、税金私物化している、何のプロセスも踏まないで勝手にいろんなこと決めている、聞く力とはこの程度のものだったのかということがはっきりとしたわけです。彼は決断と実行と言ってましたけれども、今まで何の決断も実行もしてこなくて、唯一決断と実行したのがこの国葬だったわけです。やることが間違えてるんですね。こういうことしかできないのが自民党だということがはっきりした。さらにこの1ヶ月間でテレビや新聞、週刊誌、ありとあらゆる媒体で統一教会と自民党との癒着が明らかになってきました。私たち若い人たちは特にカルトというと、まあ、オウム真理教がギリギリですよね。私も今33ですけれども、オウム真理教のあの地下鉄サリン事件が起きた時まだ保育園でした。全然覚えてないです。だからもっと下の子たちはわからない、そういったところを弱音につけ込んで、よく街中とかでアンケートやってますね。あれも統一教会で、そういううまい手口で人の弱みにつけ込んで騙していく。そういった中で、例えば私たちのように戦争反対とか、みんなが平等に暮らそうとか、そういったことを、共産主義はとんでもないと、そういう反共カルト、そういう反共主義のカルトの精神でいろんな金をですね、市民から巻き上げたり、霊感商法といって、あなたこのハンコを買ったらもっと幸せになれるよと騙して何十万もするハンコを買わせたり、この壺に水を入れて毎朝取り替えればいいんだよと、そんなことを言って大きな額の高い壺を買わせたり、そういった詐欺まがいの霊感商法というものでたくさんの市民を苦しめてきたんです。その金でですね、やはり自民党はそういうとんでもない団体を解散させない、摘発させない、そういうふうに動いてきた。そのキーマンが安倍元首相だったわけです。こういう人を祭り上げて素晴らしい人だったっていうような国葬を強行した岸田政権というのはもうとんでもない政権だということがはっきりしました。そして岸田さんですね、もにゃもにゃ何言ってるか分かりませんでしたけども、その安倍さんへのですね、答辞をですね、読んだ時の内容の中で私ははぁっと思ったんですけれども、安倍さんはたくさんの女性を励ましたと言ってるんですね。励まされましたか？私たち本当にもう私たちの足引っ張ってきたんですよ。もう最悪の政権でした。女性が輝くと言って女性苦しめてきたのは安倍政権だったんですよ。何にも励まされていないんですね。なので国葬強行第1回目の国葬強行後第1回目のウィメンズアクション、私たちは本当に怒っています。安倍政権を美化するなと思っています。今日は1時間弱ですけれども、リレートークを続けながらウィメンズアクションを行っていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは今日はお忙しいところ、国会も昨日開会しました。お忙しいところ、日本共産党衆議院議員の本村信子さんがお越しになっていますので、スピーチをお願いしたいと思います。本村さん、お願いします。有楽町駅ご周辺の皆さん、こんばんは。今、西山さんからご紹介をいただきました日本共産党衆議院議員、本村信子です。どうぞよろしくお願いをいたします。今日は憲法を変えてる場合じゃない、女性たちみんなつながろうということでウィメンズアクションを行わせていただいています。でやっとですね、国会が始まりました。
私たち8月18日から野党が憲法53条に基づいて臨時国会を開けということを求めていましたけれども、やっと月曜日から臨時国会がスタートをいたしました。でまず憲法53条という正式な憲法に基づく要求をやってきたのにもかかわらず、これだけ臨時国会を先延ばしした、これ自体も憲法を軽視しているということで、こういう人たちが憲法を変える資格なんかないということも強調したいと思います。そして同時に国葬ですけれども、私たち一人一人は平等の存在なはずです。にもかかわらず、なぜ安倍元首相だけ特別扱いするんでしょうか。憲法14条の法の下の平等に反している、憲法に反している、そして思想良心の自由、この憲法19条にも反している、この憲法に反していることを国会の議決もなく進めるということ自体も憲法に反している。この憲法違反の国葬、引き続きこの臨時国会でも、もうすぐなんか使った予算の速報値が出てくるそうなんですけれども、徹底的にこのことについても追及をしていきたいというふうに思っております。でこの憲法について、さまざま憲法を軽視している岸田政権、政権与党ですけれども、岸田政権は、おとついの所信表明演説について、この憲法の改正について国会の発議に向けて、国会の場においてこれまで以上に積極的な議論を行われることを期待するということを所信表明演説で表明をいたしました。今私が申し上げましたように、岸田政権与党はですね、憲法を軽視をしている、憲法を無視している。憲法はもともと私たち国民、住民の自由や人権を守るために、国の権力を縛る、そのために作られたのが日本国憲法です。しかしその憲法を無視している人たちが、自分たちを縛るための憲法のその歯止めを緩めようとしている、それは今自民党がやろうとしていることは、憲法9条を変えようとしている、戦争放棄と明記をした、憲法9条を壊そうとしている、そして緊急事態条項で自分たちがやりたい放題さらにできるように、今まで歯止めになっていたところを緩めてしまうという、そういう改憲を行おうとしています。このことの危険性を多くの皆さんと共有しながら、岸田政権による改憲許さないということで、一緒に力を合わせていきたいと思っています。でこの国会、物価の高騰、そして新型コロナ、そして災害、統一教会と自民党の癒着、そしてこの改憲もそうですけれども、国葬の問題など議論をしなければいけません。そしてあの沖縄では辺野古の新基地建設はダメだと、沖縄県民の皆さんが、沖縄県民の皆さんのプライドをかけてデニー県知事を誕生させました。この沖縄県民の皆さんにその思いに応えていくのが沖縄県以外の私たちだと思います。そのためにも本当に超党派で、市民プラス野党のとりわけ女性が力を合わせてつながって、辺野古の新基地建設ダメだという声を一緒に上げていきたいと思っています。そして物価の高騰なんですけれども、1世帯あたりだいたい8万円ぐらい負担増になるというふうに言われています。そんな中で皆さんの暮らしを本気で守る、中小小規模事業者の皆さんの営業を本気で守る、このことが政治に問われ
られていると思います。しかし岸田首相の所信表明演説聞いてもですね、賃上げっていう言葉があるんですけれども、じゃあ具体的にどうするんですかっていう内容がですね、もう全然見えてこないんですね。やっぱり今とりわけ所得が低い方に大きな打撃を受けるわけですから、例えば賃金を引き上げる時給1500円、中小小規模事業者の皆さん本気になって応援して時給1500円に引き上げていくということなど、本当は安倍政権の時に減税大企業にしすぎちゃった、それを返してもらえば財源ができる、その財源で中小小規模事業者の皆さんを応援して最低賃金1500円に引き上げることが本当は政治の力でできるんですよ。こういうことこそやるべきじゃないでしょうか。そして年金引き下げています。障害がある方や高齢者の方からこの物価が高騰している下で年金を下げるのだけはやめてほしいと切実な声をいただいています。これ仕方のないことなんでしょうか。他の国は物価が高騰している下で年金上げています。アメリカもドイツもカナダも年金はこの間上がっているんです。日本だけが、日本だけというと支障があるんですけども、日本は物価が高騰している下で年金を引き下げて、さらに弱い立場の方々を苦しめる、こんな政治を許すわけにはいかないじゃないでしょうか。変えていきましょう。そして統一教会と自民党の癒着、今日も内閣改造の時にはだんまりでありました。山際大臣が追及をされていました。後からいろいろ思い出したみたいでございます。本当に大臣の資格はないと思いますけれども、この統一教会の問題では被害者の方々がたくさんいらっしゃるわけです。被害者の支援をずっとされてこられた弁護士連絡会の皆さんの試算では1237億円、これは霊感商法の被害でほとんどが統一教会の被害だというふうに言われていますけれども、さらに膨らむだろうと言われています。裁判でも何回も何回も統一教会の責任は問われてきました。それにもかかわらず今まで一度たりとも行政処分は行われてこなかったんです。それは自民党と統一教会との癒着があったからではないでしょうか。今こそこの癒着を断ち切って本気になって被害者の救済や、あるいは被害の根絶、このことをしっかりとやらせなければいけません。同時に自民党と統一教会が癒着をする中で人権に関わることも前に進んでこなかったんです。統一教会や勝共連合の皆さんが選択的夫婦別姓や、あるいは同性婚の問題、包括的な性教育、こういうものを足を引っ張ってきました。統一教会の人たちが反対してきたんです。そして自民党と癒着をする中でこういう人権に関わる分野も前に進んでこなかったんです。やっぱり今この癒着を断ち切って人権に関わる分野でも大きく前にみんなの力で進めていきたいと思います。そして最後に今日はウィメンズアクションということで、一人の女性が大きな決断をして勇気を持って声を上げ、みんなの賛同を得る中で政治を動かしたということもご報告をしたいと思います。20代で自衛隊で、元自衛隊の女性の20代の方が自衛隊の中で性暴力があったということを告発をされました。日常的なセクシャルハラスメント、性暴力、そして山の訓練ではより深刻な性暴力がありました。被害を訴えましたけれども、なかったことにさせられました。被害を受けて適応障害、休職に余儀なくされましたけれども、なかったことにされました。自ら命を絶とうとまさに思った時に大きな地震があって、その方は東日本大震災の被災者で亡くなられた方のことを思って、自分は生きて被害を訴えようということで
勇気を持って告発をされました。そんな中で、野党のですね、議員が被害者の方々を一人にしないんだということで、一緒に10万人以上のオンラインの署名も集まって一緒に防衛省に提出に行きました。そういう中で、9月に入ってから防衛大臣が特別防衛監察やるんだ、あるいは有識者会議をやってハラスメント対策やるんだということを発表し、そしてその方が23歳にちょうどなる、先週の木曜日ですけれども、防衛省が被害を認め謝罪をいたしました。みんなの声で、そして野党の議員が集まって、そしてみんなの声が集まって、本当に一人、たった一人で声を上げたんですけれども、そうやって政治を動かすことができました。その方にも学んで、皆さんと一緒に、政治を変えるために一層頑張り抜くということをお誓いを申し上げ、心からのお伝えとさせていただきます。ご一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。日本共産党衆議院議員の本村信子さんでした。どうもありがとうございました。今お話があったように、伊藤詩織さんの事件もそうですけれども、はい、この社会、この日本がですね、ジェンダーギャップ指数が先進国でほぼ最下位なんです。そういったことの表れとして、性暴力をなかったことにしようかと、なかったことにしようと、そういうですね、動きがまだあること、そこに私たちが一緒に一致団結して声を上げることの大事さ、これを広めていきたいと思います。まだまだ性暴力泣き寝入りしている人はたくさんいると思うんです。こういったことを長らく続けてきたけど、やっと最近変わり始めてきました。この調子で変えていきたい。しかしですね、そういった女性差別、すごく女性に対するすごい変な偏見、理想、そういったものが、実は統一教会っていうカルト集団がですね、関わってたってことも本当に私たちこの間衝撃でした。どうして日本だけ選択的夫婦別姓が進まないんだろう、どうして中絶薬とか中絶に対しての理解が進まないんだろう、こういったものに全てですね、やっぱりカルト教義がかかってたってことに本当に驚きました。もう私たち目覚まさなければなりません。女性の権利をもっと訴えていくためにも、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。それでは続きまして、元豊島区議会議員の山口喜久子さん、お願いします。皆さんこんばんは。雨の中、私たちちょっと大きな声で皆さんに訴えさせていただいております。月に一度ウィメンズアクションということで、皆さんと一緒にさまざまな今の課題を追求し、そして問題があることについてはみんなで一緒に声を上げていこうというふうに訴えをさせていただいております。私は今日ちょっと午前中勉強会やったんですけれども、小さい時からジェンダーの問題、保育園で女の子はピンクの名札、男の子は青い名札をつける、そんなことがこう強いられてきたなというようなこともお話しあったんですけれども、統一教会の話ありますけれども、私は年齢が高いので、統一教会が霊感商法をして、メディアの中で大変話題になったことはよく覚えています。その統一教会に関わ、今振り返ってみると、統一教会に関わった方たちっていうのは、先ほどおっしゃったように男女平等とか、あるいはその選択的に夫婦別姓認めないという以前に、子どもの権利も認めなかったですね。子どもの権利条例、豊島区でも作りましたけれども、反対をしてきた。日本会議の人たちがもう必死になって反対反対って言ってきたんですけれども、元を正せばやっぱり統一教会なんですよね。やっぱり一人一人の人権が認められないような、そんな仕組みを作っていこうとした大きな集団なんだなっていうのことを今振り返ってみると思います。子どもは権利の主体じゃないって議会で発言した議員がいました。統一教会の信者だともっぱら噂をされ、先般も週刊誌で書かれておりました。一人一人の命とか人権とか、そういったことが認められないような宗教ってあるんだろうか。本当にびっくりします。
宗教って人々を救うために、人々の思いを受け入れるためにあるのが宗教だと私は思っていましたから、そうではない、人々に苦しみを与え、人々を差別していく、そういうものが統一教会だったんだなというふうに思います。今自治体、国もそうですが、自治体でも統一教会にどう関わってきたかっていうのを豊島区なんかでも調べています。ものすごくたくさんの団体がありました。そしてその中で寄付をしたり、あるいはいろいろなことをしたということで感謝状を出しましたという結果も明らかになりました。一見いいことをしているように見える、その裏で何をしてきたか、まさに政治に大きく関わり、人々を苦しめ、人々からお金を吸い上げて自分たちの団体に持っていく、それが旧統一教会、今の世界平和なんたらかんたらという宗教団体です。全然宗教ではないと思うのですけれども、宗教団体って皆さん固定資産税とかかかんないんですよね。税制に向けるおけるすごい優遇措置を持ってるわけです。そういうサービスを受けていながら、人々のためにならないことをやって、人々を苦しめてきて、ああいう事件が起きました。そしてあの事件で私たちは改めて、まだまだああいう霊感商法をやってた宗教団体が残っていたんだってこと、そしてそれが自民党政権と深く結びついていたということを改めて知ることができました。本当に残念なことですし、こんなことを私たち許しちゃいけないと思います。今でも開き直っている、そういう自民党の皆さん、議員をやめてほしいと思います。みんなの力で私たちが声を上げることによって世の中は変わります。私一人ぐらいが反対したって変わらないだろうななんてことは絶対ない。とにかく皆さんで声を上げていく、世論を動かしていく、大きく世論を変えていくことによって世の中は変わっていきます。参議院選挙終わったばっかりです。これから3年間岸田政権安泰だと言われましたけれども、いやいやそんな状況じゃない、解散に追い込んで衆議院で頑張る野党を勝たせていくような、そんな運動を私たちみんな市民の力で作っていこうではありませんか。みんなで声を上げましょう。黙ってて世の中変わらない、おかしいぞと思うことはきちんとおかしいと訴えていく、それが必要だと思います。皆さん一緒に頑張ってまいりましょう。私も頑張りたいと思います。ありがとうございました。山口紀子さん、どうもありがとうございました。それでは続きまして、市婦人の会から平野さんお願いします。有楽町駅前ご通行中の皆さん、お仕事帰りの皆さん、こんばんは。私たちは憲法を変えてる場合じゃない、女たちみんなつながろう、ウェメンズアクションです。どうぞ皆さん、私も何か言いたい、一言言いたいと思われる方いらっしゃいましたら、このマイクはオープンマイクです。どうぞこちらに来てお話しください。皆さん、なんか気持ち悪いことが続いてませんか。本当に今ツイッターではハッシュタグで自民党気持ち悪いっていうのがトレンドに上がったりしています。本当に気持ち悪いですよね。今までのこと、自分たちがやってきたこと、統一教会のつながり問われて、覚えてない、記憶にないけど調べたらどうもそうらしいとか大臣が言うんですよ、山際さん。そんな記憶にないことを、自分がやったことを覚えてられないような人が大臣やってていいんでしょうか。本当に疑問です。そして気持ち悪いのは、私が大学生の頃でした、統一教会原理研というサークルには近づかないように、そういう掲示板に、大学の掲示板に大学からも通達があるような、本当に霊感商法絡み、そして地方から出てきた学生などを中心に競技に連れ込んで、セミナー、自己啓発セミナーなどに連れ込んで、どんどん競技に突っ込んでいく、
そういう洗脳をしていたサークルです。その人たちがあの頃霊感商法が問題になって、被害が明らかになって、もういなくなったのかなって、ちょっと私もうっかりしていました。忘れていました。でも今回の安倍元総理への銃撃事件で、いや終わってなかったんだ、被害者はまだまだたくさんおられるし、それだけじゃなくて日本の戦後政治の根本がこの人たちをが牛耳ってきたんじゃないか、そんなことまで戦後の日本政治の闇が今暴かれようとしている、私たちはそんな局面にいるんだということを感じています。私は新日本婦人の会という女性団体で活動しておりますけれども、とりわけ平和とジェンダー平等を大事に活動してきました。今までもお話しあったように、日本は本当に先進国の中でも先進国以外でも最低レベルのジェンダー平等の状況です。そしてそのなぜ進まないんだろう、主には女性たちの政治進出が遅れている、そして賃金格差、それが年金格差となって女性たちは生涯貧困に追いやられるような、そういう経済状況、経済の意思決定にも女性が少ない、それが大きな原因です。で、私たちはこれを、日本の財界が女性の非正規化を進め、女性を安価な労働力として使ってきたこと、そして歴史認識、歴史修正主義に立つ人たちが家庭役割、あるいはジェンダー役割を女性に押し付ける、で女性の進出を阻む、そういったことが主な原因だと思って、それに対して戦ってきましたが、そこに統一教会が絡んでいたと、なんと気持ち悪いことでしょう。先ほどもお話ありました、本来宗教は人を救うものなのに、人々から、弱い人からお金を巻き上げて、そしてそれを活動資金にしている。でその活動が何なのかといえば、ジェンダー平等を阻み、そして憲法を変えていこうと、日本を戦争する国づくり、それを進めていこうと、そういうことに使われている。本当に気持ち悪いし、変えていかなくちゃいけない、心からそう思います。この統一教会の問題が明るみになって、その大元となった事件は大変残念で、私も人の死は痛みます、その気持ちはありますけれども、でもそれが統一教会との癒着が根本原因としてあった、そのことが明るみになり、テレビなどでも報道が続きました。ところが最近ちょっと逆襲が始まってるって感じませんか。昨日北朝鮮のミサイル発射のニュースで、昨日から今日にかけてテレビは J アラート一色になりました。そして日本とアメリカの政府が抑止力強化で合意したと言います。皆さん、私たちは憲法を変えてる場合じゃない。9条も個人の尊重を求めている、13条もそして両性の平等を決めている24条も生存権を大事にする25条もあらゆる憲法の条項を生かせば、もっともっとみんなが生きやすくなる社会実現できると、そう思って活動しています。9条も大事、すべての条項が大事、世界に宝と言えるようなこの憲法を守り抜きたい、守るだけじゃなくて憲法が生きる、そういう政治を実現したいと思っています。この憲法を変える、その自民党、今岸田首相も会見は進めていくと国会で所信表明しました。ですがこの憲法を変えたいという、その自民党の変えたい内容が統一教会が求めている内容とそっくりだったということまで明らかになっています。私たちは憲法が花開く、すべての人が自分らしく生きられる、多様性が認められる、そういう社会にするために憲法を全面的に生かしていきたい、そのことを北朝鮮だとか中国だとか、そのことを口実にして日本を軍拡競争に巻き込んでいくような、今の岸田政権のやり方にはとことん抵抗して反対し戦っていきたいと思います。皆さん、ロシアの状況を見れば、戦争は始まったら、一旦始まったら止められません。戦争をしないこと、
そのためにこそ知恵もお金も使うべきだと思います。核兵器は核兵器禁止条約ができて今や日本の兵器となりました。この条約にこそ日本政府は一日も早く調印し批准して、それをもって北朝鮮に、私たちは核兵器に断固反対する、あなたたちもミサイルの発射をやめなさい、核兵器なんか持つんじゃありませんと、北朝鮮もそうですし、どの国に対しても堂々と物を言うべきだと思います。それをしないから外交のルートを持たないで抑止力だとか軍拡で対抗しようとしている北政権には他の国々から信頼も得られないんだと思います。何か大きな外交問題が起こったとき、どの国だって日本政府に意見を求めたりしませんよね。それは日本政府の今の外交路線、それが本当に国連憲章を守っていくとか、みんなの国、すべての国と同じよう一緒の立場で解決していこう、対話で解決していこうという立場が見えないからだと思います。私は日本政府に対して友情と、それからすべての憲法が定めている人権状況条項を掲げて、世界をリードできる立場に立てと言いたいです。皆さん、先ほど来お話ありました、私たち一人一人には一票という力があります。そして今は一言でもおかしい、私はこんな被害に遭ったって声を上げれば、必ずつながれる仲間、連帯し支援する仲間がいます。私たちもその仲間の一人です。だからみんなでどんなつぶやきも声にしていきましょう。そしてその声を上げた人たちを一人にしないで、みんなで力を合わせて今のおかしい政治根本から変えていく力にしていきたいと思います。よろしくお願いします。平野さん、どうもありがとうございました。それでは続きまして、救助コースの実行委員会の女性の仲間から発言お願いしたいと思います。皆さんこんばんは、お疲れ様です。ちょっと雨が降ってる中聞いてくださってる方、本当にありがとうございます。今私ちょっと気になるニュースがあるんですよね。住み込みで介護や家事をされていた女性が過労死して、でもその家事で過労死した分は、そのなんて言ったらいいんでしょうね、仕事として認められない、労災にならないっていうような、そういうニュースを聞いて、と思ったんですよ。なんかこういうところにも法の問題とか、あと女性ってやっぱり家事とか介護とかやってる割合高いですよね。で、女性だからこういうのやって当たり前だみたいな、やっぱりそういう認識が社会に根強く残っていて、でそれを労働としてちゃんと認めないみたいな、そういうことからしてもやっぱり法律に反映されちゃってて、で改正されてないんじゃないかなっていうようなことを思いました。はっきり言っても家事の負担とか介護の負担とか半端ないですよね。なんでそれで過労死したのに労災が認められないんだっていう、非常に憤りを感じています。そういうことからもやっぱり女性の人権っていうのが軽く扱われてるんじゃないかなっていうことを感じました。それから今日本共産党の本村さんいらしてますけれども、びっくりしたのが、なんか多摩センターの駅で共産党の女性の方がなんかこうやって街頭で演説されてたら後頭部を殴られたとかっていうね、男性に、もうね、もうとんでもないことですよね。街中で知らない人からいきなり後頭部殴られるってとんでもない暴力沙汰ですよ。こういうことが行われてるっていうこと、やっぱり女性である、男性もいたのにやっぱり女性の方がそういう目にあったっていうことですから、女性というだけでターゲットにされたり暴力を振るわれたりっていうことが、もう日常的にこうやって出来事として流れてくるっていうことに対して、非常に私もショックを受けましたね。絶対にもう犯人捕まってほしいと思うんですけれども、
こういうことに対してもやっぱり許せないっていう声を一緒にね上げていきたいなっていうふうに思っています。で皆さんもいろいろ社会の中でおかしいって思うことたくさんあると思うんですけれども、なかなかこうおかしいって言ったところでそんな名もなき自分みたいな一般庶民が声を上げたって変えられないんじゃないって思うかもしれないんですけれども、でもそんなことはないですよね。もうちょっと前ですよ、都立高校の男女別定員制、この問題女性の方がすごく入試で不利だったっていうそういう状況がずっと都立高校の入試であったんですけれども、これが来年度から撤廃されるっていうニュースが入ってきたんですよね。まあ、段階的に廃止っていうことはね言われてましたけれども、もうしっかり来年度入試から廃止するっていうニュースが入ってきて、でやっぱり声を上げれば変えられるじゃんと思いました。でこれは結構私も取材されたんですけど、 NHK の女性の若い女性の記者さんがおかしいと思って取り上げたりとかですね、それから国会でもね平井佳子さんなんかも取り上げてくださったりとか、現場の教員の女の先生たち、そういう人たちが声を上げてくださったりとか、もうさまざまな立場、マスコミも含めて議員さんも含めてこういうこと絶対自民党の人とか取り上げてくれないですよね。国会では、公明党の人だってそうですよ、維新だってそうですよ、こういうこと絶対取り上げてくれない。こういうこと取り上げてくれるのはやっぱり日本共産党だったり、社会民主党だったり、それから県民主党だったり、令和新選組だったりっていうね、そういう野党の人たちがやっぱりこういう声を拾って国会で取り上げてくださるんですよ。自民党の人たち絶対こういう問題取り上げないじゃないですか、自分たちで。やっぱりそういう声を集めてくださって、いろんな立場の人が声を上げて、結構早いスピードでこの高校の男女別入試、ようやく男女関係なく平等に点数が高い子から合格させようっていう、そういうことが実現したわけなんですね。だから私本当に声を上げることは無駄じゃないし、こうやって結果に結びついていることもあるんだということをぜひ皆さんに知っていただきたい。絶望しないでほしい。声を上げることを無意味だとかって思ってためらわないでほしいと思います。あともうとんでもないこれニュースもう一個紹介しますけれども、愛知県の自民党の人が同性婚気持ち悪いって言ったんですよね。もうこれも本当、選択的夫婦別姓を進めている女性にそうやって SNS で絡んで言ったんですよ。で、まあ一応ね謝罪はしたらしいんですけれども、これだって市民団体がけしからんって申し入れをしたんですよ。いくつもの市民団体の人たちが、とんでもない、同性婚気持ち悪いなんて発言はもう絶対に許されない、そんな発言するなんて、しかも議員という職にある人がそういうことを言うなんてっていうふうに抗議してくれたっていうことがやっぱり謝罪につながったと思うんですよね。そこで全く自民党の議員はしょうがねえなぐらいな感じでスルーしてたら謝らなかったと思いますよ。ことの重大さにやっぱりその人気づかなかったと思います。でしっかりやっぱり謝罪までさせたってことですよね、市民の力で。でもまあその人も結構他にもとんでもないことを言ってるみたいで、女性の市議さんになんかこう誘いをかけてね、一緒にご飯食べに行かないとか飲みに行かないとか、なんかそういうとんでもないことまで今暴かれていて、いやいや本当にどうしようもない自民党議員だなって思ってます。こういう人を忘れずに次の選挙で、統一地方選ですよね、次回の次の選挙はしっかりこういうとんでもない女性の人権や、それから多様な生き方ですよね。別に同性婚したくない人にするわけじゃないですから、選択的夫婦別姓もそうですよ、したい人はすればいいし、したくない人は同性婚すればいいわけですから、
多様な生き方を認めるためのそういう制度を整えようって話なわけですから、それに対して自分がどう感じるとかそんなことはね、議員の立場でしかも誰でも見れるような SNS の場で言うべきことじゃないですよ。こういう議員の資格がない人、人権意識に欠ける人、差別心がある人、こういう人をきっちり東京選挙で落としていかなきゃいけないなっていうふうに私は思ってます。みんなで協力すれば絶対できますよ。落としていきましょう。はい、諦めない。やっぱり私たちが失望しちゃったら何事も前に進まないし、状況は悪くなるばっかりだと思ってます。他にも日本ではやっぱり様々な問題があると思います。性的同意年齢、これも100年も前に決められた13歳っていう年齢を今引き上げようっていう議論がずっと続いています。13歳の子に成功するしないかっていう判断をねできるわけないじゃないですか。もっと大人になってからそういうことはっていう議論もやっぱりなかなか自民党政治の中では進んでいかない。統一教会や日本会議みたいな人たちとこういうところで屈託してるから進んでいかないような議論がいくつもいくつも、特に女性の人権に関わることにはたくさんあると思っています。ですので今国会ようやく開かれましたけれども、統一教会の問題をしっかり立憲野党の人たちには追及してほしいと思ってます。でもなんか聞くところによると追及されないようになんか法案を出さないとか、なんかそういう場を作らないみたいな、ちょっと聞きかじったんですけども、岸田さんの方で議論にならないようになんかそういう場を作れないような動きをしているっていうようなね、非常に姑息な人だなと。自分の息子を秘書にしちゃったりとか、なんか結局この人もお友達政治の人じゃないかと。自分の身内だけを優遇して本当に苦しんでいる人たちの立場なんかほったらかしですよね。口先だけに騙されないで、私たちはしっかりやっぱり安倍政治を岸田さんも受け継いでるんだと、その性格は全く変わらないんだと。だからやっぱり私たちも声を上げて、さまざまな立場でこれっておかしいよねっていうふうに指摘して、議員さんと、それを分かってくれる議員さんと一緒になって変えていくってことをやっていきたいと思います。選挙でもとんでもない議員は一人残らず落としていくっていうことをやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さん一緒にやっていきましょう。私たちは手を取り合って連帯すれば絶対できると思います。頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、本当に先ほどおっしゃった愛知県議会の議員さんが同性婚を持ち歩いていった直後に、彼は面識のない女性市議にホテルに行こうとか、そうしつこく誘ってたという、あなたのは気持ち悪いじゃないというふうに思うんですけれども、まあ、こういうことが自民党なんですよね。先ほどおっしゃったように、この3年間大きな選挙はないと言われてますけれども、地元の私たちの地元の選挙というのはたくさんありますから、こういったところからしっかりと固めていかなければなりません。それでは最後の発言となります、全農連女性部の船橋さん、お願いします。こんばんは。有楽町ご利用の皆さん、ご通行中の皆さん、今週10月3日から、臨時国会始まりました。岸田政権できて1年、皆さん生活どうですか？良くなってますか？もうどこまで続くのか。物価高、もう10月1日からあれもこれもまたどんどん、いわゆる値段がね本当に上がって、そして高齢者の皆さんね、医療機関にかかるのすごい心配という、75歳以上の国高齢者窓口は2割、本当にコロナ禍改めて人の命の大切さがこれだけ言われる中で、医療機関から人々を遠ざけるようなそういう実施がこの10月からされていること、そして
皆さん感染症の怖さ、これはこの3年近くにわたって爆発的な波がもう次々押し寄せる中で、岸田さんについて第6波ない第7波とありましたけど、第7波は最高の感染者をね生み出しながら、亡くなる方もここ最高だったっていうような状況を生み出す岸田さん、何やってきたのかなと。本当に私たちの命や暮らしを守る政治を真剣にやってきたと全く思えない。そんな中でさっさと決めたのが皆さん国葬でしたよね。本当に7月の8日に安倍元首相お亡くなりになられて、14日には国葬やるぞって公表されて、全然国会にもかけずに、もう閣議決定だけでシャキシャキやります。で、現実に4月決めたことをですね、9月27日には強行するということで、多くの国民の皆さんの世論を二分して、まあ、はっきり言っても6割7割やめなさい、国葬をやめなさい、こういう世論が大きくあったにもかかわらず、もう強行したっていうのは多くの皆さんが声を上げた中で実施されて、よく分かっていらっしゃることだと思います。こういう私たちが望まないことはシャキシャキやる、私たちが願っている人の命や暮らしを守る政策で、本当にそこを支援する目に見える形を作っていく、こういうことはどこをやられてきたのかなっていう1年だったんじゃないですか。そして今国会開催、所信表明演説の中でも、じゃあこれを反省して、よしこの臨時国会でもっともっとこの物価高を抑える政策、こんなにやると姿勢見えました。皆さん全然もう不安ばっかりですよね。賃金は上がらない、私たち労働組合も、いわゆる賃上げ、こういう運動をうんとしてるんですけれども、この10月1日最低賃金、一生懸命上げようっていう運動の中で、全国的には31円は上がったんです。でも全然物価高に追いつかない、もう暮らしを支えるようなもう食料品なんかはね、どんどん値上がりして、この物価の値上がりだったらもう 5%、6% って上がってるんだという中では、賃上げのところは本当に数パーセント、その半分ぐらいしか追いついてないっていうのが現実で、暮らし向きはますます厳しくなっているっていうのが、そこを政府がねきちんと後押しして、底上げする最低賃金なんかを上げていく、一番暮らしの、厳しいのは女性たちなんです。実はもう非正規の労働者がどん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 増えて、もう5割以上、ここが女性たち非正規で、まして最賃に入るような方々は女性たちなんです。公共施設も含めてですね、自治体で働く会計年度任用職員の人たちなど、大変厳しい、1年ポッキリの雇用に置かれている中で、ましてや賃金も最賃に張り付くという水準にある人たちが非常に増やされてきました。私たちはこういう公務に行くような人たちは、本来なら正規の雇用、そして食べていけるような賃金、こういう生活を保障してほしい、そういう運動しているところですけど、全然政府はそういうところに目を向けず、かえってですね、フリーランスのような人たち、まあ、こういう人たちをたくさん増やしていこうというような現実の、政策がどんどんされているというのも事実だと思います。改めてこの物価高、コロナがまだまだ続く世の中では、きちんと下支えをする、医療なども安心できる、ここケア労働者非常に女性多いですけれども、ここの賃金も非常に低い、底上げしていくっていう話ですけど、非常に不十分で、ごく一部の人にしかわからない、こういう制度もっと見直してほしい、こういうのが私たちの願いです。どうして
田さんは軍事費ばっかりどん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 やるぞって、これももう声高に決めちゃうんですよね。 GDP の 2% を5年間にやるぞ。もしこの GDP2% 実現すると今9位なのに世界でなんか3位までなっちゃうんだと。なんでそんなお金があるんなら国民の生活に回す、そういうことを決断してやってくれないのか。本当に国民の生活の苦しさが分かる人ではない、また政権でない。結果的に今統一教会とのことも言われてますけれども、もう女性たちをかえって踏みにじるような統一教会との癒着で、一人一人の人権を大事にする、そういう政治はやらない、男女平等なんてとんでもない、そういうことの中でこの間政治が行われてきたんだというふうにも思います。皆さん、私たち一人一人がつながっておかしいということを言えば変えていけるぞという実感は、このもう下政権への不支持率がここまで急増している中では、もっともっと声を上げていけば変えられるという、この、私たちは実際を作り出しているんだと思うんですね。その流れをもう支持の声をどんどん上げて、変えるんだと、政治を変えていこう。3年間なんていうことは絶対ない。もうすぐさま解散しなきゃいけなくなるような政治状況を皆さんでぜひ作っていきたいと思います。引き続き共に頑張っていきましょう。船橋さん、どうもありがとうございました。皆さん、昨日その北朝鮮からのミサイルでお騒ぎしましたけど、もう本当に冷静に考えてみると、あの日本もやってるんですよ、軍事行動を。日米韓軍事演習を8月末からやってるんですね。だから北朝鮮や中国が一方的にやってきてるだけじゃなく、私たちも軍事演習やってるんだ、全ての軍事演習に反対しよう、そういう声を上げなければならないのに、こうやって不安を煽りたくて大騒ぎする。 3000km 離れたところに落下したって言ってますけど、 3000km ってすごい距離ですからね。日本列島よりももっと長い距離なわけですよ。それでわーわー言ってますけれども、それは飛ばしてくるのも良くない、軍事演習ダメですけれども、日本もやってるんだってこともきちんと知らなければならないんですね。この軍事演習の先には何があるのかといったら、やはり戦争なんです。この戦争で犠牲になるのは誰なのかといったら、こうやってわーわー騒いで押し詰めて煽ってる人じゃないんです。一般市民の人たちが巻き込まれる、お金のない人たちが仕方なく軍隊に入隊する。ウクライナを見てほしい。ロシアが今もう総動員、動員始めてるわけですよね。一般の人までもそういった動員されているわけです。こういうことにならないように、今私たち声を上げて、そして平和憲法、戦争しちゃいけないって言っている憲法を絶対に守らなければならない、そういった思いで今活動しています。しかしですね、これに対して憲法を変えようと言ってるのが自民党なんです。この自民党の後ろにはカルト集団の統一教会がいて、統一教会が言っている憲法の改悪の仕方とかなり似ているんですね。私たちのこの未来を、やはりカルトの方でですね、カルト集団と自民党で私たちの未来が台無しになるようなことを絶対してはならないと思うんです。やはりデマに絶対に惑わされないでいただきたい。安倍さんも随分たくさんデマ言ってきました。民主党の悪夢の何年間とか言ってましたけども、悪夢だったのは安倍さんにとってなだけであって、私たちにとっては悪夢の安倍政権だったわけですね。こういった世論、こう印象操作みたいなことをずっとやってきた。デマと戦争っていうのは私は手を携えてやってくると思っています。なのでこういう煽りとかそういったものには本当に私、歴史を学んで対外主義になってはいけない、そういったことを心に本当に刻みつけながら未来を作っていかなければならないと思います。自民党の言うことは本当に気をつけた方がいいです。嘘ばっかり言いますし、口を開けば嘘か女性差別か民族差別かしか言いませんから。こういうのが自民党の本質だってことは今回よく分かりました。戦う相手が私たちはっきりと見えました。こういうデマや嘘をつくような自民党カルト集団なのか、それとも私たち本当に人が平等に、女性が生きやすく、子どもたちが安心して未来を歩めるような社会にしようという私たちなのか、どっちなんだと。そのような戦いがこれから首長選挙や自治体選挙、そういったところで各地で広げられます。
私たちも市民と野党の皆さんとしっかりと手を結んで協力しながら、来たる首長選挙や、そして4月には統一自治体選挙があります。自分たちの生きる場所の人を選ぶってとっても大事なんです。一人でも多く、一人でも多く立憲野党の議員が、市議が、区議が誕生するように頑張り合いたいと思います。今日は雨の中35名の皆さんがお集まりいただき、約8室の署名が集まりました。ありがとうございました。次回のビーフェンズアクションは11月11日夜同じここ6時で有楽町で行いますので、ぜひ来てください。どうもありがとうございました。